もうすぐ350いきましたね。まだ伸びるか、まだ出るか。どうもこんにちは、ライム TV のライムです。今回はフォルツァホライゾン3でこのランボルギーニアブンタドール SV っていうやつが一体何キロ出るのかやっていきたいと思います。ランボルギーニの通常のアベンタドール LP700 の方は350キロぐらい出るそうなんですけども、この750っていう方の50馬力高い方のアベンタドールは一体何キロ出るのかってことでね、ちょっと今回は走っていきたいと思います。高速道路を使ってねやっていきたいと思うんですけども、これはちなみにあれですね、アルティメット版買うと最初からついてくるやつですね。無料のアベンタドールです。よーし、やっていくぞ。まあ50馬力高いぐらい、なんか出た新しい掘り出し物の情報。掘り出し物の車もねちょっと集めていかないといけないんですけどな。うん、欲しい車が結構あるんですよ、古いやつでね。まあいいや。んで、まあ、50馬力高いぐらいでそんな変わんないとは思うんですけど、一応ちょっとね何キロ出るのかってことで試していきたいと思います。いくぞ。あー、音がいいっすね。やっぱ音がいいな音がよろしい。そして車内の質感がすごい綺麗。あー、これやばいぞ、やばいぞ。大丈夫か、大丈夫か。ほんで7速、320キロで7速ですね。あ、結構でも通常アベンタより速いんじゃないか、これ。もうすぐ350いきましたね。まだ伸びるか、まだ出るか。怖え。さあやらかした。なんだ、360キロぐらい出んのかな。じゃあもうちょい出そうな気がするけどな。でもごめん。ドライバターが多いんでね、高速道路は結構大変ですね。でも360ぐらいは出るから、なんだろう、通常のアベンタドール LP700 よりは確かに速いっすね。まあそんな大きな違いではないですけど。痛い、運転がちょっとダメだねドライバーの問題かもしれないね。上手い人がやればもっと速い可能性はある。すんごい音いいよね。音がほんといい。なんだろう、普通のアベンタドールよりいいと思う。これでちょっと待って、音もうちょっと大きくしよう。ラジオじゃないね、ラジオじゃなくてこれかな。うん、ほんとエンジン音がいいんですよね。めっちゃいいっしょこれ。ほら音がすごい良くなったよ。やばいランボルギーニって感じの音するもん。普通のアベンタドールのやつよりなんかこっちの SV の方が音がしっかりしてる気がするんだよね。なんなんだろうね、ちょっとよくわかんないですけど。でということで、まあ360キロぐらいアベンタドール SV が出るということで、多分もうちょい出ると思う。あそこでぶつかってなければ。ラウンダーバンク、ランボルギーニのドリシャちょっと作りたいなカオスかな。でちょっとドリフターでもむずそうだな。
まあいいや、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。以上ライム TV のライムがお届けしました。チャンネル登録高評価の方ぜひともよろしくお願いします。次回もお楽しみに。すごい形がかっこいいっすね。次回もお楽しみに。